てっと。隠した相手だけど疾風属性は効かないわよ。やってやる。奪え。ジョッカー敵を撃破。クルコロ蹴散らせ。ゴエモン行けたフォックス。さすがだ。やるよ。どうだい。よし勝利だな。さて、ダイエットにも効果的なんだよね。ホーム発見。どうする。行くか。ジョーカここは強敵。先制攻撃チャンスだ。行け。格下の敵ね。銃撃は効かないから他の攻撃を使って。おお。いただいていく。敵ダウン。ジョーカーすごいじゃないか。よしやれやれ。この手を
さて、我が輩にかかればこれぐらい余裕だ。おお、宝箱だ。これこそ怪盗の醍醐味。やべえ感じのやつ発見。気をつけろよ、ジョーカー。宝箱だ。なんだろう。敵戦力はこちらが上よ。火炎属性の攻撃で弱点をついて。くらえ。おお。召喚獣クイーン。な、そこが。召喚獣クイーン。呪音属性は効かないわ。油断は禁物よ。くらえ。ルーガー、敵を撃破。動くんじゃねえぞ。やれやれ、日が短そうなやつだ。優しくしたら逆に突き上がるかもな。手になってやるよ。
覚悟はできてんだろうな。さすがクイーン、鮮やかだ。やばい、どうしようかな。そこか。何かご用ですか？より一層の構成に励むがいい。中だ。予想外を覚悟しと。警報中の合体です。可もなく不可もなくといったところですか。過度な力は破滅を招き。これでいいのか。可もなく不可もなくといったところですか。引き継ぐ技能を選びなさい。引き継ぐ技能を選びなさい。力を授かることはないだろう。二人とも始めるのだ。では扱いきれない。過度な力は破滅を招きますよ。もうやし、もう終わりか。なんだ、やめるのか。おう、帰ったか。
ナナ。なるほど。うんうん。うんうん。なるほど。
よしよし。おはよう。さて、始めましょうか。答えてください。これだ。よろしい。やあ、すごく暑いね。そうそう、ごめんね。そうそう、ごめんね。そうそう、ごめんね。どれにいたしましょう。
いらっしゃい。さ、よしよし。
ろ帰ろ。どれにしますか？皆さん、グイ、待ってたよ。質問は？頼んだよ。
ぞ。はいはい、静かに。ちょっと相談があるの。いい？私はこれまで何の問題もない優等生としてやってきた。生徒会長としての職責も問題なくこなしてきたつもりよ。嫌味とかじゃないの。私がそう思い込んでいただけだから。でも鈴井さんや金城のこと、結局私一人じゃ何にもできなかった。従ってばかりの優等生じゃいざって時どうしようもないのね。怪盗団に入った以上私もみんなの役に立ちたい。でも今まで勉強ばかりであまり視野が広くないのも事実。見識を広めなきゃと思うの。参謀って、まあいいけど、まず第一歩として生徒のことをもっと知ろうと思うの。でも私そういうの疎いというか、他のことちょっと感覚ずれてるらしくて。本当？ならいいんだけど。でもみんなが普段どういうところで遊んでるとか、そういうのちゃんと把握しておきたいの。それに生徒の実態把握は生徒会長の務めでしょ。監視とかそういうのじゃなくて、みんなの子。それに怪盗団に入ったからって生徒会の役目もおろそかにできないわ。でさっきの話だけど、普段みんなが遊びに行く、映画館なら私もたまに行くし、できれば普段行かな。そうだ、ゲーセン、あそこはどう？私行ったことないの。よかったら連れて。こんなことで見識が深まるかわからないけど、でも今見たく勉強だけじゃダメだと思うの。よかった。一人で行っても私じゃよくわからないだろうし。じゃあ早速だけど行きましょう。
ところで遊んでるんだ。意外と女の子も多いのね。ねえ、あれ、あの銃でモニターを狙うのね。なかなか本格的じゃない。もし良ければ付き合ってくれない？やった！嘘！うわぁ！うん、こんな感じね。あれ自体はゲームだけど、もしかしてテクニックは戦闘に応用できるかしら。普段行かないところに来たせいかな、こういう発想できたの。なんとなくだけど、みんなが普段どういう風に過ごしているのか、こういう世界もあるのね。そんなことできればまた手伝ってもらえない？こうやって勉強以外の知識が増えれば、怪盗団でもいろんな提案ができるかも。時間取ってもらう分、期待には応えないよね。今すぐ何かできるとかじゃないけど、きっと役に立てると思うの。君たちの怪盗行為、それを妨害するものだっていたはずよ。敵の分析に特化したものがいたからこそ切り抜けられてきた。そうよね。我は汝、汝は我。汝斬りはすなわち我。あなたたちって金城の件で、私ね、今度は歓楽街に行ってみたいの。実はそういうところでうちの生徒を見たって情報があって、まさかとは思うけど、一度確認しておきたいの。もういい時間ね。ありがとね。やるか。